じゃあ、竜巻、少な待て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 。どうも、こんにちは、黒ネタです。ポケモンレジェンズアルセウス。続きをプレイしていきたいと思います。さあ、前回は電ボクに報告して、その後大ランク上げをするために、ポケモン厳選をして終わりましたね。まあ、その結果、手持ちがちょっと変わってます。軽く説明しておこうかな。極炎鳴神竜巻とリングマは、そのままですね。で、ちょっと悩んだんだけど、一旦、ゴエモンとヌメラを交代させてます。この子ですね。はい。かわいいねー。いやー、ゴエモンは結構頑張ってくれてたし、ビルドアップ強いんだけどさ、この子が、これだ、水の波動を使えるんですよ。あと、竜の波動とか、アシッドボム溶けるとか、積み技も持ってるし、水技を持ってるから、ちょっと役割被るかなーって理由で変えてます。はい。で、あとは、ゴーストですね。この子は前にいたゴーストではなく、前回厳選したゴースをレベル上げて、進化させた子になります。まあ、これもね、ちょっと悩んだんだけど、冒険の途中で別の個体の子に変えるってどうかなって思ったんだけどね。まあ、今作は、ポケモンを捕まえまくった方がいいというシステムだし、リングマもね、こだわっちゃったんで、まあ、好きなポケモンだし、今作は妥協しようかなといった感じです。ではでは、報告して第2ランクを上げてもらいましょう。確認する図鑑を見せたまえ。いいよ。来た。承認するランクアップの手続きだ。これで、四つ星だっけ？何になりました？まだまだ先は長いな。君の銀河団員と、銀河団団員としてのランクは四つ星に上がった。お、メガドンボール。で、レベル50までだね。まあ、これは予想通り。で、報酬も多くなったよと。お、レシピ。これはメガトンボール。あ、だね。ボングリ、鉄のかけら、黒色玉石。あ、鉄のかけらが必要になったのか。ほう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 。お、すごい傷薬のレシピ。これはいいね。元気のつぼみをさらに使うと。OK です。では次なるランクを目指しポケモン図鑑完成に勤しめ。はい。でだ、君のランクであれば転換の36での調査も可能だ。丸前の調査だが、ある御神の協力を得る。あ、ペリーラさんのところに真珠団の誰かが来てるんだっけ？そんなこと言ってたような。命令するまずは訓練場に向かえ。はい。じゃあ、せっかくだし、ペリーラさんに技教えてもらおうか。手持ちのポケモンたちが進化したから、覚える技増えたんじゃないかな。あ、というか、あれよ。あ、しまっちゃったかな？サブイベント、サブ任務か。で、もらった、なんだっけ、通信ケーブルみたいなやつ。つながりの紐だっけ？これ使っておく？あ、なんならこのピートブロックも試したい。多分ね、ガチグマの進化に必要なんじゃないかなと思うんだよな。一個だけ持っときましょうか。いやーでも、今後手に入るかどうかがわかんないんだよね。使えるよね。あ、リングマに使えないのか。じゃあ関係ないの？もしくは、レベルが足りていないとか、あとは、なんだろう。満月のマークが額にあったから、夜じゃなきゃダメとか、そんなかな。まあ、とりあえず持っとこうか。ピートブロックは2個あるから、まあ、使っちゃってもいいかなとは思うんだよね。進化に必要なら。あ、
というかこの人って話したっけ、前に浜に来てたよね。松本アメちゃん買っていくかい。あ、経験アメは買うことができる。高っ。え、高っ。1600、6000。あー、バカな商売してんな。無理だよそれは。あ、この人は、この人も来た人かな。あ、前からいたか。サモンさん、ん、交換屋、落とし物見つけた FP での道具交換やポケモン交換できる。マジか。ポケモンは何？あー、そういうことか。あー、なるほどね。従来のポケモン交換か。あー、じゃあいいや。え、じゃあさ、道具は？あ、炎の石。なるほど。あ、でも1000ポイントって高いな。今俺が持ってるのは？あ、147、少ねえ。これ確か、動画で撮ったかな？落とし物拾ったんですよね。あれを、まあ、届けたらもらったやつ。1200とかの、あ、あるじゃん！これも1000ポイントか。あ、じゃあまあ、必要になったら落とし物を拾いに行って、まあ、報告すりゃなんとかなんのか。なるほどね。OK。他にもいろいろあるんだな。あ、太陽の石もあるんだ。なるほど、なるほど。じゃあ、使っちゃってもいいのか。いやー、ま、あと、あとでもいいか。あ、カイちゃんと、のぼりだよね。こいつはご先祖様とかじゃないよな。なんでいんのよ。カイちゃん。黒ネタさん。え、キャプテン隣にいらっしゃるのがキャプテンのぼりさん。やっぱのぼりか。今回、あ、お、大乳浦って何のいるところまで案内してくださるんだよ。大乳浦、乳浦の新たな進化系かな。あ、進化先か。今朝は失礼いたしました。のぼり。私、キャプテンののぼりと申します。丸前に会うのでしたら、大乳浦の力を借りるべきですね。いや、その前によ。なんで君がここにいるのか、教えてくれ。ただ、あなた様が大乳浦に認められるかどうか、こればかりは、言ってみないとわかりません。あ、うわぁ、懐かしい、そのポーズ。まずは安全を期して、天下山に出発進行です。のぼりさんも、あなたと似ているんだよ。いや、そうでしょうね。何が？あ、記憶を失っている？そういうことか。え、アルセウスが呼んだ？ただ記憶は失った？ん？どういうことだ？あなたと共に行動すれば何か思い出すかもしれないでしょ？というか、くだりはいるの？上りがいて下りがいないってことはないでしょうね。まあ何か思い出すのかな、今後。今回もいろいろよろしく頼りにしているよ、黒ネタさん。まあ任せておけ。あ、消えた。あ、でだ。ペリアさん。ちょっと伝授を。あ、来た！ポケモンで新しい技を伝授できるようになった。さあ何か妖怪。じゃあ、和田の伝授。そうだな。じゃあ、まずは極炎。岩か、地ならしいいね。ツバメが、瞑想？マジ？瞑想使えんの？これは勝ったな。え、だって、今作の瞑想って、ビルドアップと同じだよね。攻めと守りの力を上げる。同じだわ。これ欲しいな。他は？あー、パンチ系か。ドレインパンチも使えんのか。シャドーボール。いやー、でもシャドーボールもいいけどな。たたり目覚えたんだよな。なら、まずは瞑想を伝授。お願いします。
行くぞせいや。オッケー。あとは、物理技しかないのか。そうだな。一旦これでいいか。鳴る神は？ああ、キバー系ね。ああ、チャージビーム。悪くはないけどな。積み技はないのか。そうか。じゃあ、竜巻。少な。待て。竜巻少なくね？ 4 つだけ？不遇じゃん。あ、そうなんだ。あー。じゃあ、ヌメラ。あー、ヘドロ爆弾とかいいねー。覚えさせておく？行くぞ、せいや！ヌメラも4つなのかー。まあ、ありがとう。じゃあ、リングマヨ。この子はどうだ？弱く、ビルドアップ！勝ち。これは勝ち。マジか。お前使えんのか、ビルドアップ。じゃあ、この技はもう覚えさせましょう。いいの？リングマネビルドアップ。ぶっ壊れない？あ、パンチ系もあるのか。わ、シャドウクローまで。優秀だな。じゃあねー。ま、お金はまだあるから、雷と雷刀、両方一旦、覚えさせておく？せいや！オッケー！これは強え。で、ゴースト、この子は？あー、パンチ系か。あー、いいね、ヘドロ爆弾、シャドーボール。まあ、レベルアップで覚える技ではあるけどな。早めに。いや、ま、ヘドロ爆弾と、草技、欲しいな。エナジーボール。これでいっとく？せいや！オッケー。まあ、一旦こんな感じにしときましょうかね。他に用はない。大丈夫です。じゃあちょっと技を変えましょうかね。まずは極炎を、瞑想を、そうだなぁ。まあ、電光石火は必要だし、ツバメ返しがいいかなぁ。百鬼夜行？なんだこれ？無数の火の玉を追って攻撃して相手を火傷状態にすることもある。相手が状態以上だと威力は2倍。これ、たたりめの上位互換だな。いつ覚えた？前回のレベル上げの時に覚えたんか？強えじゃん。じゃあこれをたたりめと交換で、強っ。これは強い。極炎がさ、その、百鬼夜行使えるってことは、ゴースト、お前は？もしかすると今後レベルアップで覚えるかもしれないって感じかな。じゃあね、ベノムショックとヘドロ爆弾、エナジーボールと毒ガス変えておく？まあ、たたりめも単純に強いけどね。よし。で、あとはリングマ。ビルドアップ強いな。まあ、つぶらな瞳と交換で、地鳴らしは便利なんだよね。おお、10万馬力！あー、でも命中95か。地鳴らしは100だよね。相手の行動順を遅くもできるし、こっちの方がいいんかな。なら、冷凍パンチとじゃれつくを交換で、いっとく？
よし。で、ヌメラ、あーっと違うわ。ヘドロ爆弾か。アシッドボムも強いけどな、まあ、ヘドロでいいか。決定。よし。で、二人は変わらずか。こんなもんですね。よし。あ、なんか出てるの。あ、さっきの飴のおじちゃん。どうした？レシピの何が悪かったんだ？飴ちゃんを買う前に聞いてくれよ、お客さん。買わねえけどな。スイートトリュフを使った新商品が、なぜか苦情の嵐。泣く泣くお蔵入りになっちまった。どうせ売れないから誰かにレシピを教えたくてね。あ、くれんの？煙芋ともちもちキノコ、ポフの実。食べてあべこべ。これは何に使うの？あー、作れそうだな。まあ、いいや。後でやるとしてだ。あ、何？あ、あるんだね。目玉商品。パイルの実？木の実か。いや、木の実は別にいいかな。こっちは？あー、でも回復アイテム売ってくれるのはありがたいな。まあ、この辺はおいおい買っておくかもしれないな。あ、忘れてた。畑どうなった？飛べたっけ？あ、飛べるわ。前にお金払ってさ、作ってもらったんだけど、あれ、なくなってない？嘘。タイミングが悪かった。てか、またなんか出てんな。力自慢。あー、またポケモン貸してくれってことか。いわくだけ覚えたポケモンがいたら貸しちゃくれないか。あー、ちょうどいるんだよな。ちょうど今回手持ちから抜けた子が覚えているんだけどな。あー、でもグレッグル、この子を戦闘にも出してないし、こっちがいいか。ちょっと頼むわ。あ、また畑増えんの？畑の岩がいとも簡単に砕ける。それが岩砕き。おー、これで4つ。いいねー。なんもねえけどな。あ、もしかしたら収穫してくれてあるとか？なのかな。まあ、その子は預けたよ。名前忘れたけど、ナタネのご先祖さん、ナバナか。あ、収穫が終わった！どれどれ？煙芋？え、4個なの？生き生きな方。少な！玉全杯、2個！はぁ？2000円ぐらい払ったよね。待った、ミントコース、これって高え。1万。ミントってさ、ポケモンの性格を変えれるアイテムだよね。マジか、ちゃんと用意されてんのか、そういうの。1万。ちょっと待って、ちょっと待って、もうちょいお金に余裕ができたら頼んでおこうか。ミントか。あー、でも、どのミントができるかはランダムなのかな。だとすると1万はちょっと高いのでは？煙芋は持ってる。キノコとポフの実。キノコとポフの実。あるわ。じゃあ、一個、ポフの実、あった。オッケー。で、あとは芋だっけ？まあ、一個でいいから三つ預けて。
よし。ではレシピを教える。笑った。あべこべ焼き。あ、攻めの力と守りの力が一時的に入れ替わる。あー、なるほどね。面白い道具ではあるけどなー。使いどころがないというか難しいというか。まあ余裕があったらだなー。では遅くなっちゃいましたが、新しい土地に向かいましょう。転換の36。確かに次元の狭間だっけ？近いね。あ、てかさ、あの頂上に見えるのって槍の柱？かな？黒ネタくん、転換の36にようこそです。山といえば岩石。ああ、岩タイプ、地面タイプのポケモンが多くいるのでしょうねと。そしてあちら、時空の裂け目の下に見えるのが天眼山。じゃああれ槍の柱か。あのあたり一帯は磁力がポケモンに何かしらの影響を及ぼしていると考えられます。あ、のぼりと一緒に山を登る。そののぼりはどこへ？向こうか。あ、なんならレベルも上げたいので。いいねー。あ、闇の石。あれは、あー、ルクシオか。レベルはいくつよ？あ、28。そんなに高くないんだな。ほー。いや、まあ油断はしないけどね。前回のとことか、30超えばっかいたからな。あ、こいつ、あ、関係ねえか。あの、セイボリーのご先祖様かと思ったわ。広いね。こっち側も行けるけど、とりあえずはまあ、ここか。これを越えて、ああ、そうなってんのか。はい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 。あ、じゃあ向こうからの方がいいかな。こいつもレベルはそんな高くないのか。だとすると、レベル上げには向いてないのかな。一旦無視して、ああ、こいつは捕まえたな。一旦いいか。上の方も気にはなるが。あ、木材ゲット。いや、そういえば木材集めてねえな。こけしが作れるんだっけ。あれもやらねえとな。おめえ、バレたか。なら、行け、ゴースト。レベルは勝ってるぞ。当てるかな。催眠術。当てない。いや、痛いな。やっぱ進化させないときついかな。てか、このままだと死ぬよな。うーん、リングマ行ってみる。あ、間違えた、こっちじゃねえ。ポケモン変えて、リングマ行ってらっしゃい。行け、リングマー。で、地鳴らしでいいかな。リングマの地鳴らし。あ、強いわ。やはり強い。オッケー。お、リングマレベルアップ。ちなみに36というレベルでは、これは関係？あ、ないのか。まあ、いっか。じゃあ、進化させとく？やっちゃうか。
ゴーストを進化。さあ来るぞ、俺が一番好きなポケモン、ついに我が元に来たー、ゲンガー。いいねー、やっぱいいねゲンガー。ちょっと出したいよね。あー、めっちゃいい。あ、驚いた。ちゃんと目合わせてくれるんだ。あ、待った、誰、ちょっと君じゃない、レベルいくつだ、30だ、高くね、この野郎。お前レントラ、今違うわ今ゲンガーと戯れてたじゃん、お前じゃねえよ。そうだな、一旦ビルドアップ、いいね、攻めと守りを強化して、お、電磁波か。ただあ、変わらないか。うーん、まあ、じゃあ通常の地鳴らし。あ、体がしびれて動けない、くそ。あ、また2回も攻撃すんじゃね、やめろやめろ、地鳴らし、力技、どうだ。あ、いいね。いやー、これ、あ、また喋ってる途中です。リングマにビルドアップ、覚えさせたのはこれダメじゃない？ぶっ壊れてる気がするな。ゲンガーもな、これぐらい活躍してくれると嬉しいんだけどな。なかなか難しいところかな。でだ、一旦あいつは無視して、やめろ、なんだなんだ、やめろ、そういう危ないことをするんじゃない。ゲンガー頼んだ。あー、いいね、かわいい。あ、で、そこにいんのか。あ、その前に、これ壊してもいい？ありがとう！じゃあ、一緒に行こうよ、のぼり。洞窟キングの丸マインですが、私が記録する丸マインとは、少し様子が違っているようです。翡翠ビリリ玉がいるんだよね。ってことは丸マインもリージョンフォームか。ですが、電撃を放つのは同じ。迂闊に近づくと危ないのです。電気が効かないポケモンを捕まえておくといいのかもしれませんと。まあ、荒ぶるわ、イライラするわと、ポケモンもいろいろ大変です。あ、なんだ？大変なのです。ポケモンも人も生きていくのは、あいつか？うわ、来やがったよ。真珠団キャプテン、のぼり、それと銀河団の馬の骨、誰が馬の骨だ、おい。おい、その髪引っ張ってやろうか、おい。大いなる洞窟キング丸前に会おうとは、なんと大それたことを。だが、この椿、心優しい男でね、会う資格があるかどうか、バトル確かめてあげるとしましょう。最大級の妨害をもってしてね、優しくね。嫌です。遠慮します。あー、まあ、断れるんだったらそれが一番いいな。嫌です。お前なんかと戦っても何も得るものがない。椿はこう考えている。無理すんな。キングの荒ぶりとは神王様のご加護であると。だって力を増したのだろう。めでたきことではないか。まあ、その結果暴れてるんだよね。自我をなくしてるのかな。だとしたらめでたいことではないでしょう。だから視点変わったな。キングをとことん荒ぶらせることで、神王様に金剛団の正しさをお伝えせねばならないのだ。すげえ考え方すんな。またカメラ変わったな。むしろこの椿、そのために生まれてきたと言ってよい。
だいたい山奥でマルマインが電気を放っていたところで銀河団には関係あるのですかと。おとなしくことぶき村に帰ることをおすすめするよ。ではあらぶることでポケモンも苦しんでいるのに、なんと身勝手な意見でしょう。いや本当だよ。どうなさいますか。いや行くしかないでしょう。進むよ。あいつには任せておけない。道中は危険ですが、私のモットーは安全運転でございます。大乳らに会うためこちらの、あ、迷いの洞窟、あ、ここが、あれ、ダイパだとサイクリングロードの下にある洞窟だよね。あ、じゃあ後々ここにサイクリングロードができるんだ。へー、あ、へー、そうなんだ。なるほど。でまあその迷いの洞窟を抜けねばなりませんと。洞窟に暮らすポケモンは暗闇が平気なゴルバットたち。暗くなっておりますので足元にご注意くださいませ。と言ってもさすがに見えないほどではないのでは。入りましょう。うわ、おかしいですね。洞窟を照らす松明がありません。お、え、椿様の妨害？可能性はあるなあ。あいつだったらやりかねない。ですが案じることはありません。私、ルート把握はお手の物。さすが。いいね。クライムでしょうが、悪天候でしょうが、正確に進行してみせるのです。あ、じゃあ、ついていくんだ。へえ。わあ、なんか嬉しいなあ。のぼりに案内してもらえるの。向こうすごい気になるけど。あ、パートナーがいた記憶がある。え、それも忘れちゃったの？いや、そうだよ。シャンデラだよね。シャンデラのこと忘れてんの？マジか。しばらく停止いたします。どうした？うわ、親分のクロバットが確認できました。通常時であれば、あなた様の進行の妨げになりませんが、今、暗闇の中、安全を期すするために、ルート変更を提案いたします。OK。なるほどね。まあ、あの親分と戦いたかったら、後々来いよ、ということか。あ、似た男？くだりのことも忘れてんの？マジかよー。じゃあ、くだりとシャンデラは元の世界にいんのかな。大事なものがたくさんあるのですね。いやー、これアルセウスがさ、ノボリをこの世界に送ったとしたら相当とんでもないことしてない？こちらに到達すればほぼほぼ大丈夫でございます。あれはなんだ。あ、松明か。他に通ろうとなされる方がいたとき、暗いままでは危険でございます。松明を元に戻しておきますね。親切。じゃあやっぱあいつが奪ってったんだ。すべての松明に火を灯しました。安全確認をいたしましたが問題ありません。出発しましょう。はい。松明を道しるべとして進行すれば、こちらの洞窟の終着点に着きます。いなくなったけど、あ、ちょっと、のぼれさん、のぼれさん、あ、あれあれ、え、こっからは自力で。マジかよ。まあ松明の後を進めばいいとは言っていたけどね。あ、じゃあこれ一旦戻ることもできるわけか。あー、あ、ここ通れそうだな。ゲンガー、いいよ。いいよ。あれは？あ、アンノンか。あ、だよね。なんでここに？ゲットはできる？
あ、でもモンスターボール弾くとか言ってたっけ。あ、いけたわあれ、なんか不思議なバリアでモンスターボールを弾くとか言ってなかったっけ。ん、勘違いかな。あ、でもああいう感じに反応いるんだ。じゃあ俺結構見落としてるかもしんねえな。そうだな、この洞窟がどれくらい長いかわからないけど、一旦今回はここで区切っておいた方がいいかな。まあ、ちょっと戻ってね、探索とかもしてみたいところはあるからね。いいよ。じゃあついでにこれも頼んだ。いいね。まあ親分クロバット、あれはさすがに勝てないと思うし、レベル高いと思うからやらなくてもいいかもな。うん、じゃあ一旦区切りましょうか。ちょっと狭いけど、極炎なるかみ、あ、というかここは出せる、あ、出せんのか。竜巻、ヌメラ、リングマ、そしてゲンガ、いいね。ではでは、次回もこのメンバーで、洞窟攻略やっていきますんで、よかったらまた見に来てください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。